中野城は山形県山形市中野にあった日本の城。中野城は室町時代から江戸時代初期にかけて存在した城である。遠分元年ではの南朝勢力に対抗するため、柴金頼が道の区国から下校し、最上軍を中心に勢力を広げる。三代、もがみ忠の小中の万本が初めて中野に館を築いた。中野は 山形城の北方に位置し、六十里、越街道と須川が交差する要衝に位置する。その後拡張され、最終的には東324メートル、西360メートル、南200メートル、北300メートルの堀と石垣に囲まれていた。堀幅は5メートルから10メートル。東西南北に門があり、南門が大手口である。 西の堀のすぐ西側を逆さ川が流れており、逆さ川の西には侍町、七日、市場などの地名が残る。また、北東には寺院が廃されている。天正二年より、もがみ盛、義吉光府市による天正西城の乱が勃発すると、中野城は義盛方の有力な城として兵を繰り出し、義光と甲又で戦ったという。 乱の終結後、吉森が隠居すると、吉光の下で直轄領となった。天正十二年、佐賀江市との戦いで、佐賀江方の将柴橋より綱が、中野城まで攻め寄せるが、副兵により撃退した。慶長五年慶長では合戦では、近隣の城が明け逃げを行う、中防御に努め、上杉軍に攻められることはなかった。年氏がされると、中は、 廃場となった。なお、現在では、城は完全に消滅し、跡地に立つ大里小学校敷地に石碑が立っている。もがみ市直轄最上市直轄。ありがとうございます。